僕もねどちらかというと選手の時の方がこういう結果は悪かったかもしれないですね。やっぱり体を酷使していくし、はい、食事の管理ってしようとしてもやっぱりコントロールできないんですよ食べるものじゃなくて食べれなくなっていったりあなるほどそういうのありますねそういうのないですかあんまりもういつでも食べれますね私なんでななんで食べるのがが大好き <laughs> もう心が健康なわけ 私はすっごい健康です体調も全く悪くならないですし熱出るのも5年とかえっ5年出たことない今年の夏5年ぶりぐらい熱出ましたじあ嬉しかった嬉しくはない嬉しくはなかったんですけどでもそれぐらい健康です基本的に大きなな病気一切いですその応援をされてるっていうことによって皆さんの思いも共有できたって素晴らしかったですね早く進めて。 <laughs> <laughs> すいません <laughs> ま松岡さんやっぱりその驚きは笑顔じゃないですかやっぱり笑顔の驚きっていうのはどんどん増やしていけるといいなと思いましたえ？聞いてないんじゃないの <laughs> 聞いてないて <laughs> 聞いてます聞いてます大丈夫ですしっかり届いてます、はいはい、今日はありがとうございました <laughs> 終わっちゃったよ<あ><え>違いははいはい、はい、<laughs> あの血管年齢診断で あの松岡さんはやられたんですけど広瀬さんの方をやられてなかったんですけどこれはやったことはあるんですか、ね、ないですまあ余計なこと聞かない方がいいですよ、ねえー、そんな女性だから <laughs> でもそれはちゃんと彼女やったんですかやってないんですよ確かにでも数字として見てみたいかもしれないです<ー>でもあのー、しっかりオンとオフを切り替えること<ー>ですね、ええ、あと休みとかえっと、うん、ちょっと昼間 なんです朝からじゃないときとかは、ええええ、でも絶対に生活リズムを変えないようにはしています、うん、だから休みとかでも8時9時には起きたり寝る時は11時とかに寝たりとか、えー、結構そういうのはリズムを変えないってことですねはい聞いてないんじゃないの今 <laughs> かクリスマスも近いということで。 えっと、どんな健康的なクリスマスを過ごそうと思っていますかどういう意味その健康的なクリスマスって <laughs> どういうことまあなんか甘いもの食べ過ぎないようにとかじゃないですか,なんかケーキとかがもしあったらいやでもそれがクリスマスなんじゃないですか <laughs> だそうですだってずっと1年間我慢してもうみん心をクリスマスにするにはクリスマスケーキかわいそうじゃんすみません どんなクリスマスマしたいですか私もう仕事入っちゃってる仕事入ってんだよ <laughs> そうなんです、えー、でもあの、はい、私はあえてそういう時ジムとか行きますけどね人が少ないのであすげえあ<の>クリスマスだなお正月の時とかに、ね、走りに行ったりとか、うん、結構そういうことを、ねえーまあ、でもやっぱ大事なのは心のクリスマスっていつでも作れるやっぱクリスマスっていって楽しいもんじゃないですかそうですね、はい そこをしていくことが、心の、まあ、健康っていうのもつながってくるような気がしますね。はい、はい、松岡さん、広瀬さん、ありがとうございました。なんだ。<laughs> はい、失礼します。お時間も限られてますので、こちらであのご質問、ご取材の方以上とさせていただきます。え、本日は改めまして、ありがとうございました。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 もういろいろ迷惑かけて、マネージャーさん、ごめんなさいね。マネージャーさんの。